おはようございます、えー。今日はちょっと朝から皆様にお願いがあるんですが、あの、って言ってもそんな難しいことではないんですけど、まあちょっと改まってというか、あのー、まあ私、企業案件とか仕事が <laughs> 一般の方からないと言ってましたけど、ちょっと私のところに仕事っていうんじゃないですけど、 あったのは、まあ、以前ちょっと、ええー、ご紹介させてもらったシャンプー、水木っていうシャンプーのことにちらっと出しましたね。そしたらそちらの会社の方から、その社内向けっていうか、広報的なものの、あの、プロモーションビデオ的なものとか説明文ですよね。商品説明のものを作ってほしいということを言われて、まあ、私が出るわけにはいかないので、まあ、ちょっとパッと考えましたら、まあ、あのー、喋る方、 ナレーションとか、喋るところを、まあ、あの私、一緒に仕事をやっております。あの、立花アンナ、えー、アンナに喋らせまして、で、もう、編集とか構成作りは、あの、長き先生をやってる南南シみの方に作らせてまして、まあ、納品するという形になります。まあ、これ、えー、仕事としてね。ええー。で、まあ、どうせ仕事 <laughs> するなら、一応形になってるんで、まあ、ね、YouTube のところに あの、一回アップしたもらえればということで、どうせだったら、えー、再生数と登録者数つけて納品しようかなと思ったんで、昨日、ボイシーっていう私喋ってるものだけで、があるんですけど、30人ぐらいは、あの、本当に1日で登録していただいたんで、なんで、あのー、この、サブ、さすがに超液太郎本編で言うのは、あのー、やらしいなっていうのはあったんで、このサブチャンネルの方の、この、 皆様方、多分、2000再生ぐらい、この前の言った、1000再生ぐらい行くんじゃないかな、1日でって。まあ、それでどれだけ登録していただけるのかなっていうのもありまして、まあ、ちょっと、100人ぐらい行っていただいて、これで行くと、どうだろう。あの、動画も作って、そのチャンネルごと、このね、100人ぐらい登録があって、やっぱ今、100人行くのも大変な時代でございます。はい、ね。これが別に収益化してどうこうじゃないんで、あの、企業さんも、なんていうんですかね、 あの、こういう説明がありますって YouTube の URL を送っちゃった方が早い場合があるわけですよね。はい。で、そのまま納品したらなんかちょっと喜ばれるのかなと思って、これは新たなね、あのビジネスモデルとしてなればいいのかな。どこの会社でも YouTube ってやるんですけど、はい、もう登録者数付き、再生数付きでね、一本出したって、これどうなるのかなと思いまして、協力していただければなということなんで、あの、そんなお話です。 え概要欄に URL 貼っておきますので <laughs>、もしやっとけば、やっていただければ、ちょっとそこれ、この動画に関しては、一定数だったら、こちらからは、あの、私がやったっていう影が出ちゃうと良くないんで、ちょっと2日か3日ぐらいで、数字が一定のところに行きましたらですね、あの、私の方からは、あの、限定、 公開とかにしてあの言われる、この動画自体はあれするかもしれませんけど、はい、よろしくお願いします。まあ、皆様のね、あの、どんなもんか、皆様がどれだけ協力していただけるのかともう、はか、見たい、<laughs> 見たいなっていうのがありますので、もし、はい、していただければありがたいかなっていうことで、よろしくお願いします。すいません。はい。